こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、おしゃれな人が着る服、着ない服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、皆さんの周りにもですね、おしゃれに見える人とそうじゃない人いると思うんですね。僕もですね、結構街を歩いていて、なんかあの人おしゃれだなとかセンスがいいなと思ったら、まあその人がなぜそう見えるのかをですね、細かく分析したりするのが好きなんですね。まあ一方で結構おしゃれ頑張ってるんだけども、そう見えない人もいたりして、じゃあそういった方はどの点がちょっとうまくハマってないのかなというところをですね、分析するのもまた好きなんですね。まあ、今回はですね、そういった、まあ、おしゃれに見える人とそうじゃない人の違いというところをですね、なるべくわかりやすく言語化しながら皆さんに解説をしていきたいなと思っているので、まあ、よかったら参考にしていただきたいなと思っています。まあ、こちらのチャンネルを見ていただいている方も結構おしゃれにですね、力を注いでいて、まあ、いろんなものを買ったりだとかコーディネートしたりしながらですね、日々ご自身のファッションをですね、磨いてるかなと思うんですが、まあ、それがですね、バチッとハマる場合もあれば、なんか言われてる通りにやってんだけどもうまくハマらないなという場合もあったりするかなと思うんで、まあ、そんな時には今回の動画のですね、5個の特徴というところを一つの参考しながら微調整をしていただけるといいんじゃないのかなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的におしゃれな人が着る服と着ない服というところをですね、皆さんに分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず一つ目なんですけども、ブランド物の服についてですね、ここの考え方がおしゃれな人とそうじゃない人では明確に分かれるんですね。まずですね、おしゃれじゃない人から考えていきたいなと思うんですが、やっぱりこうブランド物の服っていうのは安心感があるんですよね。このロゴがついてることで、なんかこうかっこよく見えるだとか安心感があるだとか、まあそういったところでですね、ついついお金をかけてしまいがちなんですね。例えば今はですね、秋冬のシーズンなので、ダウンなんかを想像してもらうとわかるかなと思うんですが、まあダウンにも有名なブランドがいくつかありますよね。まあそれぞれのブランドすごく魅力的で素敵なんですが、まあロゴがついてることでの安心感だとか、まあ価格帯も結構ロゴについてるダウンって高いので、まあ高いものにはやっぱり買った時の満足感だとか高揚感があるので、そこで満足している方が多かったりするんですが、やっぱりロゴっていうのは結構なパワーを持っているので、良くも悪くもですね、その影響を受けやすいので、結構ですね、あんまりおしゃれが得意じゃない人ほどブランドのパワーに頼りがちというところはあるんじゃないのかなと思います。まあ、特に分かりやすいブランドロゴですね、高級なブランドとか、あとはポロシャツのブランドでも胸にロゴが入ってたりだとかするものも多いかなと思うんですが、そのロゴって結構危険なんですね。ロゴとかそのブランドの旬な部分を感じ取るには、ある一定のセンスだとかおしゃれさだとか知識がないと、なかなか旬なブランドを選ぶのって難しいんですよ。なのでちょっとおしゃれに見えない方は、ブランドロゴっていうところにちょっとこうしくじりがちなところがあるんじゃないのかなと思っています。一方でおしゃれな人はブランドのロゴの入った服というのは、まああんまり選ばないという傾向もありますし、あとはですね、ブランドものが決して嫌いなわけではなくて、ブランドの服であってもなるべくブランド名が前に出ないものを選んだりだとか、もしくは一般的には全然知られてないんだけども、今旬なブランドですごくこう時代のですね、空気感をキャッチアップしているブランドを選ぶという方が非常に多いんですね。このあたりのブランド選びというところは結構難しかったりするので、まあ正直ですね、ブランドロゴは入ってないものを選んだ方が僕はいいんじゃないのかなと思います。例えばブランドネームであってもノースフェイスだとかアークテリクスだとか、ちょっとスポーツブランドのものであれば比較的着こなしの中にも馴染みやすいですし、 NG に見えないようなブランド使いなので使いやすいかなと思うんですが、一方でちょっとこうラグジュアリーブランドにおいては、まあそこまで頑張って投資をする必要はなくて、無地のものを選んだ方がむしろ良かったですので、まあそのあたりは気にかけておくのはいいんじゃないのかなと思います。まあそういう僕自身もですね、今日ですね、こちらロンティ着てるんですけども、ここにロゴの入ってるものを着てる
んですね。まあこれフレッシュサービスっていうブランドもなんですが、僕自身はロゴが入ったもの結構好きで着るんですね。まあ T シャツとか、あとはスウェットだとか、そういった割とこうインナー系のものだとブランドネームの入ったものを買ったりするんですが、まあ、フレッシュサービスというブランドを聞いても、おそらく多くの方はなんか新鮮なものをお届けしてくれる会社ですかみたいなイメージが思い浮かぶかなと思うんですが、まあドメスティックブランドの一つで、まあ結構ファッションが好きな方であれば愛用している方も多いブランドでもあるんですが、まあこういったブランドって一般的には認知度が低いんですね。まあそのようなある程度おしゃれが好きな人であればわかるようなブランドというのをうまく取り入れるというのは、まあ決して NG ではないかなと思うんですが、まあなかなかそのあたりの情報をキャッチアップするのは難しいので、まあ無地を選んでおくのが正解かなと思いますので、まあぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて二つ目の項目なんですが、流行やトレンドについての考え方とか捉え方が結構ですね、おしゃれな人とそうじゃない人で大きく分かれるかなと思います。まずおしゃれじゃない人というのはトレンドとか流行というものに対してあまり敏感でもないし、かつての自分が好きだったテイストというものをですね、まあ今でもずっとこう継続して続けてしまっているということが多かったりします。まあ僕たち30代後半から40代ぐらいの世代だと、やっぱりファッションが好きだったのは20代の中頃から後半ぐらいだったと思うんですね。まあその頃のトレンドのサイズ感だとかブランドだとかテイスト、今でも引き続き継続している方結構多かったりするんですが、まあおしゃれが好きな人とか、まあセンスのいい人というのは結構このトレンドというものに関しても定期的に更新しているよというところがあるかなと思います。もちろん最新のトレンドをもう熱心に追い続けるというわけではないんですね。おしゃれな人であっても、ただベースになるような緩やかなトレンドの変化というところには割と敏感に、まあ、その時々のトレンドだとか自分の雰囲気に合わせてファッションをある程度変容させることができるのがおしゃれな人、センスのいい人かなと思っています。ある意味で変化が止まっちゃってる人というのがあまりおしゃれに見えない人の特徴かなと思うので、このあたりのトレンドの捉え方ですよね、結構重要かなと思っています。先ほどもちょっとブランドの話をしましたが、今旬なブランドというものもやっぱりですね、ある程度年月を経ることによって変わってくるわけなんですね。なのでそこが更新されないとちょっと古臭く見えてしまったりだとか今っぽく見えないこともあったりするので、まあ、ある程度トレンドというところは抑えておくことが重要だし、あとは考え方としてあんまりこだわりすぎずに自分自身のスタイルというものを、軸はぶれないんですよ。こういったものが好きだという軸はぶらさないんだけども、トレンド感は程よくミックスさせていくというところは非常に重要な項目かなと思います。なので最新トレンドは抑える必要は全くないけども、時代の空気感とかサイズ感だとかそういったベース部分というところはちゃんとチェックしておくとすごくバランスがいい着こなしができるかなと思うので、まあぜひそのあたりも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目の項目なんですが、色使いについてなんですね。結構おしゃれが苦手な方とかおしゃれに見えない人っていうのは意外とですね、色使いが派手だったりだとかごちゃごちゃしてる場合が多かったりするんですね。例えば原色のレッドだとかブルーだとかグリーンだとか、アウトドア系のアイテムの中にはそういった強い色のものってあったりしますよね。そういったアウターを着たりだとか、あとはスニーカーですね。このあたりも本当のランニングシューズとかスポーツ用のシューズだと結構はっきりとした色合いのものが多かったりするんですが、こういったはっきりとした色だとか派手な色をですね、意外と使いがちなのがおしゃれに見えない人の特徴かなと思います。一方でおしゃれな人がどんな色使いをしているのかというと、これ結構意外なんですが、割とですね、地味めの色を使っている方が多いかなと思います。ちょっとこうカビに見える色だとか綺麗な色というものをうまく使いこなしながらおしゃれをするという人ももちろんいるんですけども、意外と見てみるとブラックだとかグレーだとかネイビーだとかオリーブだとか、まあある程度基本に沿ったような色合いを着てることが多いですね。まあ全身ブラックの中で構成している方も多かったりしますし、モノトーンだけしか着ないという方もいらっしゃったりします。意外とベーシックな色使いで使ってる色の数自体も3色ぐらいまででスッキリと収めてることが多いですね。まあその中にたまにですね、差し色的に
ニットで綺麗なものを持ってきたりだとか、ちょっとした変化球を交えるようなことはやったりするんですが、やっぱりベースの色合いとしては結構ブラックだとかネイビーグレーとかベーシックなとこが基軸になっていながらなので、そこまでですね色で大きな冒険をすることがなかったりするんですね。なのでこのあたりも結構先入観でおしゃれな人ほどいろんな色を使いこなすというところ持ってるかなと思うんですが、意外とベーシックなものでいいんですよと。その中で例えば服のサイズ感ですね、このあたりを変えるだけでもだいぶですね印象が変わるんですね。タイトなシルエットなのか少しゆとりがあるのかでもベーシックなブラックのモノトーンの着こなしも全く変わってくるんですね。例えば全身ブラックの細身の着こなしっていうのは、まあちょっとトレンドで言うと前の時代のものになってきますが、まあ今の雰囲気でちょっと緩めのサイズ感のオールブラックであればまた全然印象は変わってくるかなと思うので、色使いというところもビビッドな色とかそういったものはそこまで使う必要はなくて、あとは色の数ですね、ここもあんまりごちゃごちゃさせずに3色以内というところに抑えていただければ結構バランスよく素敵な着こなしができるかなと思うので、まあ、ぜひ色使いにおいても頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて4点目はですね、アイテム自体の個性についてのお話なんですが、おしゃれが得意じゃない人だとかおしゃれに見えない人は割とですねエッジの立った服を着てることが少なくなくて、例えばですね具体的に言うと、まあ、チェック柄のシャツであったりだとかボタンが黒くてちょっとこうアクセントが強いものだとか、裏返すとチェック柄がついてたりだとか、なんかこうデザイン的に一工夫だとかちょっとエッジが立ってるものをですね取り入れる傾向があるのが意外とおしゃれに見えない人の特徴かなと思います。一方で結構おしゃれな人とかセンスよく見える人っていうのは結構カビなものを着てるというよりは割と地味な服を着てることが多いんですね。まあ色使いもそうでしたが、ベーシックなアイテムを着てるんだけども、だけどもその中にサイズ感が今っぽかったり素材感が上品で綺麗なシルエットが出たりだとか、細かななかなかこうパッと見ではわからないような小さな違いというところを蓄積しながらおしゃれを楽しむのが意外とセンスのいい人の特徴かなと思います。あんまり目立った服ってそこまで着ない印象がありますね、まあ、もちろん人によったりだとかジャンルによったりはするんですが、割とシンプルな着こなしの中にちょっとした違いを出すというところに大きな差が出てくるのかなと思います。意外とですね価格帯の安い服でおしゃれに見せようとですねいろんな要素を盛り込んだ服ってあるんですね。先ほど言ったように裏側にちょっと柄が入ってたりだとかボタンの色を変えたりだとか、ちょっとデザインが強かったりするものっていうのが割とこうそういったものの方がなんかパッと見おしゃれに見えるかなと思って飛びつく人も多いんですね。ですがそういった服を着るとあんまり素敵に見えないし、おしゃれな人っていうのはそういった分かりやすい差別化というかデザインの特徴のものってまあ絶対に選ばないんですね。それよりは地味なんだけども結構こここだわってるなっていう細部の部分に魅力を感じて買うという方が結構多いんじゃないのかなと思います。僕もですねいろんなこうドメスティックブランドだとかちょっとこうエッジの立ったブランドっていうのも好きで買ったりするんですけども、その中でも割とデザイン的には、まあ、ベーシックなんですね。だけども素材感にすっごいこだわりがあったりだとか、あとはサイズ感が今っぽかったりだとかシルエットにちょっとした違いがあるだとか、そういった細かな違いで物を選んだりすることが多いんですね。なのでデザイン自体に結構エッジが立ってるものっていうのは意外と使わないという方も多かったですので、まあそのあたりも頭の片隅に置きながら、安い価格帯でちょっと木を照らったようなものというのはなるべく避けた方が、まあ、素敵には見えやすいかなと思うので、まあ、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、服の価格帯の違いというところ、ここもですね明確な違いが出てくるかなと思います。あんまりおしゃれに見えない人っていうのはですね割と価格帯は安めのもので全身を構成してしまってるということがあります。例えば、まあ、ユニコとか GU 無印良品の服って、まあ、僕の動画の中でもよく解説をしていますし、まあ、僕の動画の中でも全身ユニクロの企画なんかは結構人気があって、まあ、僕自身もですねなるべく多く出していきたいなと思ってるテーマなんですが、まあ、すごくおしゃれな人とかセンスのいい人がじゃあ全身ユニクロでコーディネートするかと言ったら、まあ、まずしないと思いますね。これは、まあ、ある程度ベーシックな服というところで言うと、まあ、ユニクロの服であってもドメスティックブランドの中でも結構シンプルな
服のブランドもたくさんあるんですけども、そのベーシックというところでは大きな違いはないんですね。ただやっぱりですね、こだわっているブランド、価格帯がちょっと高いんだけども上質なブランドというのは、まあ、デザインの細部にちょっとした工夫が込められていたりだとか、やっぱり圧倒的な素材の質感が違かったりだとか、まあ、世界観、雰囲気というところも含めて、やっぱりユニクロとは違った世界観を持ってるんですね。なのでおしゃれが好きな方とか、おしゃれに見える人というのは全身をユニクロで構成することはまずなくて、まあそういった自分の中での納得のできる世界観だとか雰囲気を持った服を丁寧に買い揃いつつ、だけどもボトムスはタックワイドパンツだとか、そういったものを選んでみるだとか、部分的にユニクロのアイテムをパーツ使いするというところがうまいんですね。ソックスはユニクロで揃えたりだとか、インナー系はユニクロで揃えるだとか、まあそういった部分はうまく使いつつも、だけども全身はユニクロにしないだとか、このようなメリハリがとても上手なのが、まあセンスのいい人だったりするので、まずはですね、おしゃれを最初にこう好きになって、いろいろと買い揃える段階では、なるべくですね、予算を抑えることも重要だと思うんですね。いきなりこだわって服を選んでしまうと、もう予算いくらあっても足りないので、まずはユニクロだとか GU 無印良品の中からですね、うまくセレクトしながらコーディネートするのもいいと思うんですが、それであっても足元ですね、スニーカーまでユニクロ GU で揃えるのではなくて、まあこの部分にはちょっと投資をして、まあ1万5000円ぐらいの予算で買ってみようかなとか、アディダスのジャーマントレーナー取り入れてみようだとか、バッグは、まあ、セレクトショップのオリジナルのものを取り入れてみようだとか、まあ、全身の中で小物だけでもちょっと投資をするだとか、そういったメリハリを効かせるだけでもだいぶ変わってくるかなと思うんですね。全部を安いもので揃えてしまうだとか、なるべく価格帯を抑えめで揃えよう、コスパが良ければいいっていう考え方だけではなくて、ちゃんとこう一点ずつ丁寧にアイテムを揃えていくというところが、まあ、センスのいい方がやっている一つの共通点かなと思うので、まあ、ぜひこのあたりも頭の片隅に置きながら、一点ずつのアイテムですね。まあ、買い替えのタイミングにちょっと背伸びをして良いものを取り入れてみようとか、それぐらいでもいいと思うんですね。なるべく無理のない範囲で少しずつアップデートしていくのはいいかなと思うので、まあ、頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではおしゃれな人が着る服、着ない服5000というテーマでお届けをさせていただきました。結構ですね、おしゃれな人っていうものをですね、想像するときに、まあ色使いが華やかだったりだとか、ちょっとこう奇抜な着こなしをしてたりだとか、まあブランドものを取り入れたりだとか、まあこういった人物像をなんとなく思い浮かべる方もいらっしゃるかなと思うんですが、まああくまで僕のですね、独断と偏見がいっぱい入ってるかなと思うんですが、まあ僕が考えおしゃれな人、センスのいい人というのは意外とですね、そこまで奇抜な着こなしもしてないし、色使いもベーシックだし、使ってるアイテム自体にもそこまで奇をてらったものってなかったりするんですね。だけどもその中に素材感のこだわりがあったりだとか、サイズ感がちょっと今っぽかったりだとか、一点ずつのアイテムにストーリーが込められてたりだとか、自分なりの太い軸がありながらもアイテムを選んでるということが多かったりするんですね。まあ、実際奇抜な着こなしなしでおしゃれに見せるというのは相当ハードルが高いかなと思うんですが、まあベーシックで使いやすいアイテムなんだけども、ちゃんとこだわりを持って作られてる服というのを選んで着るというのは、まあ実はですね、そこまで難しい話ではないかなと思うんですね。まあベーシックな着こなしの延長線上にあるような話なので、まあ皆さんも目指すことは決して不可能ではないかなと思うので、まあぜひ皆さんもですね、今回の内容一つの参考にしながら、少しずつですね、物選びの基準を変えたいだとか、今後の買い物に活かしていただけたら嬉しいなと思っています。まあ、このような形でこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、まあ、普段の動画の中では、まあ、なるべくユニクロだとか無印良品だとかグローバルワークだとか価格帯を抑えた商品だとかコーディネートをご紹介することが多いんですけども、まあ、僕自身もですね、やっぱりある程度こだわりを持って作られてる服がすごく好きだったりするので、まあ、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドだとか、あとは専門ブランドですね、ニット専門に作ってますとか、ボトムスが強いブランドですとか、そういったものが好きでよく来たりするんですが、まあ、そのあたりのちょっとコアな情報に関しましては、こちらのチャンネルとは別にやっている YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。まあ、僕が今日着ているようなアイテムもですね、結構動画のコメント欄でですね、どこのブランド着てるんですかとか聞かれたりするわけなんですが、まあ、普段の YouTube の中でご紹介しているものとは全く違ったものをですね、普段着てることが多かったりするんです。
るんですね。なのでそのあたりのちょっとコアなアイテムに関しては、まあ、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしているので、気になる方はですね、概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をですね、ほぼ毎日更新をしています。僕もですね、ほぼ毎日記事を書いていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家もですね、記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな方が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方は概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。